どうもお疲れ様でございます。今回はですね、生活保護から1億円ということで、実際に生活保護を受給しながら億万長者になった人の何人かの例をここで紹介していきたいと思います。えー、まず一人目の例なんですけども、宝くじに当たったよって方がいらっしゃいました。 これはですね宝くじに高額当選して億万長者になった人の多くっていうのは皆さんもご存知の通りその後に浪費したり詐欺にあったりして短期間で全てのお金を使い果たしてしまうケースが多いんですね。というのがお金の稼ぎ方っていうのをしっかりとね段階を経て、えー、得ていかないといきなり5億円10億円っていうのが入ってきたところでこれはね流れ出てしまうんですよね。 でやっぱりお金の扱い方に慣れていないっていうのは稼ぐ時も使う時も歯止めがかからなくなっちゃうっていうところがありますえ例えば2017年なんですけども生活保護を受給しながら宝くじで7億円を当選した女性がいるってことが一時期話題になりましたご存知でしょうかねでその後この方はですね高級車とかブランド品を購入したり友人や家族に多額のお金を渡したりしてわずか 2年でで全部なくなくっっちゃったんですよいやずっと生活保護で毎月10万円をねう爪に火を灯すようにやっとの思いで使ってた方ですよだから10万円の使い方は上手なんですよ毎月10万円の使い方はねしかし7億円当たったところで2年間でなんとですね7億円がすっかりなくなってしまうというねこういうことになってしまうわけなんですよ大体いいそうですねどのぐらい使ってたんでしょうね月間で2000万とか使ってたんじゃないですか こういういとになっちゃわけですよ。うん、はいそして2010年同じようなニュースがありました生活保護を受給しながら宝くじで3億円当選したという男性がいらっしゃいましたこの方はその後、詐欺にあって全てのお金を騙し取られてしまったっていうことなんですよ、うんまあ、こういうふうにね宝くじで当選してお金をつかむってことも一つなんですけども 例えば全然宝くじを買ったことがない人が宝くじをね、たまたま買ったのが当たってしまうっていうのも不幸な結果になりますし、大きなお金を扱ったことがない人が大きなお金を扱ったところでね、結局手の中から溢れていくんですよ。だから自分はどのぐらいの金額を使うことにたけているのかってことをよくよく意識しないと、まあ、こういうふうなね、えー、せっかくチャンスをつかんでも、あれは一体何だったんだろうみたいなね、気がついたら全然お金がなかったみたいなことになりかねないわけなんですよね。まあ、これがまず一つ目の例です。 で、二つ目の例なんですけども、投資で成功した人ってのもいました。株とか FX などの投資で成功して億万長者になったって例です。生活保護から株や投資ってのは基本的にはできないはずなんですけども、そこをうまいことごまかしてやったって人でしょうね。で、投資にはリスクが伴うために、またね、これはね、かなりね、リスクの高いことをやったというふうに言えます。というのが、生活保護をそういった投資、金融商品に使うことは禁じられてるわけなんですよ。 なのにそういった配信行為をしてお金を稼いだってことになるとこれもしかしたらね生活保護の不正受給で訴追される可能性があるんですよねだからお金持ちになったことを基本的には表現できないはずなんですがこれね2008年にねこういう事件があったんですよ生活保護を受給しながら FX で1億円を稼いだっていう男性がいたんですねこれも話題取り上げられましたけどもその後もう投資を続けてこれね実は今億万長者になってるんですようーん でしかしね多くの人は投資で失敗して借金を背負ってしまうばかりか生活保護の返還請求までされるってことになりますご用心いただきたいと思いますねで3つ目なんですけどもこれが一番現実的です事業で成功するってことなんですよ自分で事業を立ち上げて成功することで億万長者になった人はまあまあ安定した生活を送ることができます まあしかし、事業を成功させるには、強い意志と努力が必要になってきますので、例えば40代、50代で何か事業をやろうかなと思った場合は、やっぱりね、今日は休みみたいなことをしてじゃやっぱりダメですよ。うん、やっぱりどこにもない商品やサービスを打ち出し続けることによって、やっと事業ってのは回転し始めますからね。 まあ例えば生活保護を受給しながら飲食店を立ち上げて現在は成功してるって人はまあいるわけなんですよね私が広島にいた時もそういう人の例はありましたんでしかし多くの人は事業にやっぱり途中で失敗してしまって生活保護にまた迷い戻ってしまうっていうケースが多いようですねはいそして例外的に生活保護から結婚で脱出するっていう例もありますんで今日はこれを紹介して終わっていきましょう裕福な人と結婚することで億万長者になった人っていうのもいるわけですよ まあしかし、結婚は一大イベントであり、必ずしも幸せになるとは限りません。お金の心配はなくなったけども、しかし、自分は生活保護だった。ね、億万長者だと一緒になったんで、なんとか救われたけども、その負い目や引き目がね、やっぱり生活環境をものすごくね、えー、苦しむ形にしてしまうこともありますし、例えば生活保護を受給しながら、医師と結婚した女性ってのはね、いたんですよ。 で現在は裕福なな生活を送っているってていいるう例なんですけどもしかしですね結婚後に DVD を受けたりとか離婚して生活保護に戻ってしまうっていうケースもあります。まあということなんで生活保護っていうのは基本的に自分の労働やサービスを提供した対価としていただけるわけではなくて言い方非常に悪いんですけども、うん、救済の一部お情けで何とか頂い,いてるっていう部分があるんですよね。しかしかこれは当然の権利なんで 堂々ともらっていいわけなんですけども、うん、そうなってくるとね何か自分が社会に価値を与えたわけじゃないのにまあ、言ってみれば人間のこの優しさでもらってるお金なんですよね、うん、だからお金をいただいて支払ってくれた人の姿が見えないってことがあります まあ、強いて言えば、納税者全員って形になるかもしれませんけども、じゃあ、出会う人出会う人に、この人のおかげでありがとう、この人のおかげでありがとうっていうふうになってるかっていうと、そうではないんじゃないかなと思うんですよ。そうなってくるとね、結局、商品やサービスを販売することによって、お金を得る人っていうのは、もしかしたらこの人がお客さんになるかもしれないっていうふうに、100人出会ったら100人に対して思ってるわけなんですよね。まあ、そういった出会いの第一歩からして、意識が、 違うわけなんですよ。まあですんで、今日は何でか生活保護から億万長者になってでお話しましたけども、あ投資にしても宝くじにしても事業にしても結婚にしてもね、生活保護から億万長者になる方法はあります。しかし肝心なのは、あのやっぱおかげさまっていう気持ちはね、持てるかどうかなんですよね。うん、まあそれは、うん、今のところね、生活保護の方が、どういうふうに、 暮らしを打開していくのかっていうところにかかってるのかなと思いますまあ、最後はちょっとね私としてもすごく曖昧な言い方で多少乱暴なまとめ方だったかもしれませんけどもまあ、今回は生活国から億万長者になった例を4つほど紹介させていただきましたそれでは